戻されたってわけで、はいどうも、こんにちは、チャイと申します。のんびり伝説トワイライトプリンセス、12回目の方ね、始めていきたいと思います。いきなりね、こんな状態になったのはね、なんかね、前回終わっ、なんか森の神殿の途中で終わったんですけども、そしたら、そしてセーブして終わったら、なんか スタートの方まで戻されてしまいましてで、まぁ、こんな感じなんですよ。また元のところまで戻んなきゃいけないっていう状態ってやつです。はい、じゃあというわけで元のね、場所に戻っていきたいと思います。いやね、まさか全そっかそっか、途中でセーブして終わっちゃうとね、こんな風に戻されちゃうんですね。そこまでは知らなかったなまあとりあえずでっかい戻った、戻った場所までね、あす、もうさっさと戻りましょうか。でもな、ここ怖いな。猿に捕まえたいんだ。よし、オッケー。よしよしよし、怖い雲から逃げまして。さ、痛い。はい、まあ、前回おばちゃんが、おばちゃんかな、うん、なんか鳥みたいな感じの、鳥のひなみたいな感じのおばちゃんが仲間になりまして、その人がなんかワープさせてくれるらしいんですけど、どんな風にワープさせてくれるのかな。なんか脱出系かな、ちょっと確認してみましょうか。おばちゃん、セットで説明か、違うで、説明を受けてみましょうか。 B で呼べばすぐダンジョンの外へワープして呼び出してもらえると。ああ、抜けるだけか。じゃあ使わなくていいか。そしてカンテラの油をそろそろ使わないとな。で、カンテラはいいかな。で、釣り竿はいいか。ミルクはこれ横で戻りましょう。さあ行こう。いや、ついに元のっていうか、あれ、ここ敵いたっけ。まあいいや。はい、あれどうも収録がね、お久しぶりなんでね、ちょっと忘れてる部分もね、またあるわけですよ、いつもながらのはい、まあね、今4月で花粉症なわけなんですよ。でもね、今日はね、幾分か調子がいいっていうかね、まあ喉の調子が、喉っていうかな、鼻の調子が悪くないんで、お腹回りだしたまあこうして収録に至ったっていうわけです。なのでね、いろいろとまだね、いつも通りグダグダしてると思います。え、どこにいんの。あ、こいつか。ふっはい、じゃあここを開けて、なんだっけな、確かね、前回ね、最後の方鍵があったわけなんですけど、鍵っていうかな、入れない場所、そこの鍵が欲しいんですね。あ、これか。よし、さあ鍵を手に入れたわけですし、戻りましょうか。特にここから先はないかな。安定すぎるエンダーはい、安定のエンダーでした。もうね、前回エンダーしようかなとか、おふざけプレイに入ってましたけどね、おふざけするわけでもなく普通にエンダーしちゃいましたね今回。はい、戻ろう、もうさっさと戻りたい。森の神殿ってどのくらい長いんだろうはい、じゃあね、やっていこうか。いや、リンクの回転ギラかっこ、そういえばここクモいたんだったっけな。で、ポインターで、これは、あ、もう B ボタンと、おっしゃ、あ、OK かな、 OKOKOK よっしゃ。いやーね、アドバイスであったんですけど、 Z ボタンで注目しながらやると当てやすいですね。で、あとは鍵ですね。ふう、ここ開かないなとか言ってたけど、割とあっさりと開け、お、別の猿か。
ってことは、あーなるほどね、猿の仲間をどんどん助けていけみたいなやつでしょうか。助けたくても助けられないっていう状態ですね。どうやって助けるんだろうこれ。ミドナなんかあるかな。お、イベント、戻れなくなっちゃった。ってことは猿を助けて、猿を助けてっていうか、どうやって助ければいいんだろうなこれ。どうやって助ければいいんだろう。いや、わかんない、全然わかんない。チェック。あ、猿に話しかけ、お、猿が頑張ってる。え、ってことはこれをこうか。おお、これだよね多分。これを何回も繰り返せばいけるのかな。おお、いったいったいった行きましたよ。あ、ちょっと待って敵がいるのか。まあ雑魚戦ですよね。おっしゃー。え、まだ立ち上がってくるやあ、とどめとか必要なかった。あー、いや、オロピーでしたオロピーでもああいう表示になっちゃうんだよね。痛い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 。ね、猿が助かったわけですよね。ってことは、あ、やっぱりな、そういうパターンですね。これ以上はないかな。うん、じゃあ行きましょう。多分猿がね、また壊れた橋を、あ、やっぱりそういうパターンですね。今度は2匹の猿か。じゃあちょっとジャンプで、はい、おし、いや、でもこれ楽しいな、猿で渡るっていうのも。あれでもね、今気づいたけどこれでいけないですねツタがあるだけってパターンでした。はい、戻ろう。でも2匹の猿手に入ったはいいけど、こっからどうすりゃいいんですかね。ちょっとわかんないな。うん、まあいろいろ探索してみようかなと思います。あ、そういえば1ボタンでマップ見れたんだった。ここ渡れて行けて、あ、ここ行かなきゃいけないのか。いや違うか、ここはさっき行った場所だよね。とりあえずここですかね。それともこっちかなマップ広くて迷う方向音痴の僕には辛いですあい、でもいいかいや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 、2匹目の猿を救ったはいいけども、そっから先ですよね本当に。さっき、痛い、戻りましょう。で、まあここは猿が、ありがたいですね。猿がと、オッケー。あー、そのでっかくも邪魔だな。あ、そっちか。じゃあ今度はこっち行けばいいんですね。えい、ジャンプ。これはあれか、カンテラですね。あ、B ボタン、B ボタンで振るんですねなんかたまにね、癖でね、ふ、あの、む、むちじゃねヌンチャクとかそっちの方振ってしまうから、剣技になってしまうというね。このツタも何もないですね。何もないツタが結構多いな。でも探索しがいはありますね。やっぱ隅々まで探索するのが好きなんですよね僕って。まあのんびりしてるやつなのに、なんか時々細かいんですよね自分って。え、猿いない、猿連れていけない場所か。おい、あああああああ、あれ、なんかいつものやつとは違うな。なんかいつもとは違う。ええ、なにこれ、ええなんですか、なんですかあいつなんですかこいつは襲ってこないけど効かないのか、効かない、効かない、これでもないし、パチンコ、
パチンコかな。あ、違う違う違う。パチンコをね、ちょっと遠くからやってみましょうか。なんかな、 B ボタンじゃなくて A ボタン押してしまう。特にはなんだろう、これ今は倒せない的な感じだな。うん、そう見ましょう、そういうことにしましょう。見逃そう、見逃してやろうじゃね。何が見逃してやろうだよ。でもな、どこに行けばいいんだろう、そうなったら。わあ、そうだ、もう一匹いるんじゃないかよ。ふう、あれってことはこいつは敵とは違うのかな。なんかチェックでもないですからね。コインでもないし、どうなんだろう、難しいですねこいつ。とりあえず先急ぎましょう。あ、急ぎましょう。え、ここにも、どうやって倒すんだろう。こいつ何なんでしょうね、本当にね。なんか、なんだろうな。あ、これ、これか、これかで、しまって、こいつを投げつけたら、どうなんだ。聞いてないようですね。聞いてないんじゃなくて当たってないのか。うそ、ちょっと、うわー、そういうパターンできましたか。ふう、厄介ですね。どうやらあいつの上をね、飛び越えようとするとなんか食われてさっきみたいなパターンになる感じですね。ここも多分そうだよね。さっきここら辺いたし、多分ここもそうですよね。ふう、じゃあさっきの爆弾のやつでなんとかしましょうか。絶対こいつになんかあると思うんですよ。ちゃ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 ちょ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 、そこじゃない、そこじゃない。もうこれはしょうがない、しょうがない。もう一匹出して痛いで、これを、お、よしよし。さあ、これを飲み込んだことによって、お、きたー、よかったよかった、やっぱりそれでしたね。ってことはもう一匹の方も倒しましょうか。痛い痛い痛い。さあ、時間はないんだ、早く早く持ち上げていかないと。嘘嘘嘘嘘嘘嘘。操作ミスひどいひどい。で、痛い痛い痛い、そんなことしてる暇ないんだよ。持ち上げるまでに時間がかかるな。もういいや、我慢しよう。あ、でも意外と長いな、時間が。まだいけるな。ってことはこれミスなければいけますね。持ち上げる。じゃあちょっとね、ここ慎重に行きましょう、慎重に。もうね、慌ててる暇はない。いやって、間に合わないの、うっそうっそやん、間に合わないんだ。どうしよう。じゃあまずこっち行きましょうか。体力もちょっとやばくなってきたからな。何かあるかな。あ、動かないか。じゃあないですね、こっちじゃないな。ちょっとね、体力が危ない。ふう、大苦戦中ですね。とりあえずね、体力回復したいんですよ。おし、いいよ、ルピーは手に入るんだけどね。ルピーは手に入っているかな。まだいます的なことはないよね。よし、オッケー。で、ここは、この下かな、もしかしたら。あ、でもその前にクモがいるから、そいつらを駆除しましょう。あ、そうだよ。クモ、
あれ Z 注目ってもしかしてできない系か。あ、できるね。ただただ単に僕の操作が悪いだけですね。ここはこれかな。これもその対象かな。ふう、持ってきますか。やってみましょう。それだけやって今回はそこで終わりにしましょうか。こいつとりあえず大活躍ですね。さあ行きましょう。とお、いい、よっしゃ間に合った。おーし、はい、間に合ったというわけで、じゃあ次はね、ここから始めていきたいと思います。はい、じゃあ終わりにします。ご視聴ありがとうございました。